あ、日本シリーズ出られないなって思ったんですよ。そしたら涙が出てきて、で日本シリーズ出れないですよねってトレーナーに言ったら、いやまだわからんぞ武志ってね、慰めてくれるわけですよ。いやいや僕もう完全にブランブランですからね。でその時の優勝する時の祝賀会にもその池田貴族さんがいたんですよ、うん、また次ね頑張って活躍すればこうやって日本シリーズ出て優勝かけできるじゃないですか、はい、僕来年にはもう死んでるんですよってあの人言ったんですよ。僕はもうチャンスがないと、もうやめて楽天であのコーチになって、で監督にお前なりたいんだろと、はいなりたいですね、来年はこの仙台に戻ってきて外国の皆さんに俺は元気だってとこを見せる。ね、あの僕がサヨナラホームラン打ってジャイアンツもナイターでもうこれでもうダメだなって言って諦めたっていう話は聞きましたね、うん、ですからそれだけ大きな、ね、出来事。そうですね、まあ、僕にとってやっぱり、忘れられないその出来事で、まあ、これもなんか前テレビでドラゴンズの歴史で一番印象に残ってる第2位に、うん、あのランクしてたっていうのが嬉しかった。1位は確か病の完全試合のね、 あれが一番で、2番目が僕の逆転サヨナラスリーランが、それはあのドラゴンズファンが選ぶって選ぶやつで、なるほど、あそれは嬉しい話だねなんていうふうに思ってたんで、山崎さんの栄光のその現役時代の中で何番目に入るものですか、それは。いやその出来事として僕はナンバーワンだと。ナンバーワンですか。そのホームランの感触っていうのはまだまだいろいろなものがあるし、あ思いっていうのはいろいろあるんですけど、うんうん、うん、でもやっぱりドラゴンズファンの方はもうあのことをすごく今でも言ってくださるんで、あの嬉しい限りですよね。あ、はい、あの地上波のテレビでああいう場面にあの遭遇したというのはすごくアナウンサーとしても嬉しかったんです、うん、本当に。いやありがとうございます、ありがとうございます本当に、はい、長谷さんはその時はどういうお立場でした。僕はブルペンキャッチャーやってましたね。あ、そうですか。その当時は、はい、あブルペンキャッチャーで、うん、名古屋ドームできたのが97年が名古屋ドーム。97年か、うん、いやもうクビになって1年だブルペンキャッチャーやりだした時ですね。あそうですか、なるほど、なるほど。99年だから、99年福留岩瀬が入ってきた年だよね。そうだね、うんうん、同期がすごいことやったなっていう感じですかね。いやすごかったです ね、 ね、あれはそうですよね、はい、で、ところが山崎さんその後ね、はい、一塁の工作があって手を痛めて、そうですね、あの星野監督のあれじゃないですけど本当に日本人に出られなくなっちゃったっすよ、ね、いやそうなんですよね、あ、真中とね交錯して、はいはいはい、まあバーンと当たって、あれ悪送球したの誰でしたっけ。マサさん、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 マサさん引っかかったんですあれ。で僕もやっぱり取りに行きたいから取りに行ったら真中と当たって、うん、僕ね、このお腹に突っかえちゃったんですよ。あのままこういう風にやったらボーンってやったらまだ骨折しなかったかもしれない、うん、だけどこうやって取ったもんですから、うん、このまま押されて、うん、ここにドンっていったのもボキンと折れちゃったんですよ。あそうかそうか。で、まあやった瞬間、本当やった瞬間に、あ日本シリーズ出られないなって思ったんですよ。そしたら涙が出てきて、あ俺日本シリーズ一回も出てないしこのチャンス逃したらと思って、ああと思って日本シリーズ出れないですよねってトレーナーに言ったら、いやまだわからんぞ武志ってね、慰めてくれるわけですよトレーナーが。いやいや僕もう完全にブランブランですからもう太いの2本いってるわけですから、もうブランブランですからと思って、まあそんなこと思いつつ病院にすぐ行って、まあ、レントゲン取って、もう見た瞬間もう全然無理だわと、もうボキボキに折れてましたから。で折れてそこの先生にあのレントゲンを見ながらもう麻酔打たれて、うん、骨をこう矯正されたんです折れてるの、はいはい、でそれから固定して、まあ、次の日また病院行ったんですけど。もう手術なしで自然治癒を待つわけですか。でその時にもうだいぶひどかったんで、プレート入れるの何なのって言っていろいろチームドクターもいたんでやって、いやもう自然に治すことができるんだったら自然に治すってチームドクターが言って、で結局自然でこうちょっと矯正して治したんですよね。だからもう
なんていうか、もうあのレントゲン見た時には、あ、現役もやばいのかなっていうぐらいの、ね、なるほど、その折れ具合だったので、ちょっと僕も自分で日本シリーズ出れん、これ野球、プロ野球人生も終わっちゃわへんかなっていうことも考えたんです、あのレントゲンの写真見て。ああいうプレーって今崎さん、プロ野球でも時々あるプレーですよね。そうですね、やっぱりファーストはこっち側に内側に入ってくる時には、うん、もうそれ以降は僕逃げてました。ああ、そうです。もうそれは投げたやつが悪いと思ってやるしかないなと思って、あまり深追いするのはやめたですね、はい。それと辛かったのは88年の星野監督の優勝の時には2軍じゃないですか。そうですね、優勝に貢献してないじゃないですかで99年の優勝は自ら貢献してるじゃないですか、何にもかかわらず、でしかも88年は、あの天皇陛下お亡くなりになったということ で、ね、あのビールかけも録音できなかった、はい、ところが99年は堂々とビールかけができる、はいはい、その時に山崎さんビールかけも参加できないというね、横で見てました横で見てらっしゃったんですよね。あの時はね、うん、麻酔かかってです、はい、でその時に先生に、病院の先生に、うん、俺今から優勝祝賀会やるから、うん、麻酔がっつりかれると、うん、あの帰れなくなるから麻酔弱めてくれって僕自分から言ったんですよ。その代わり山崎さん痛いかもしれんよって、いやそれは困るって言ってそれは困る先生そこら辺うまくやってくださいってやってもらってさ、うん、ちょっとすごいよやってもらって帰る時に優勝祝賀会行ったらもう車椅子乗ってたの、もうね立てないの、ふらふらで、それだけどもうなんていうの、もう空飛んどる感じ、あ座ってるけどもう空ふーって飛んでてなーってわけわからんこと言うらしい。でそれで時間経つと戻るんだけど、1時間ちょっとやってあそこの優勝祝賀会でみんなでわーってやってる時に、ああ俺参加できなかったなと思って、あ、まあ、その時は我に戻ってたけどね、あの時はそう思ってたんですけど、それもね実は一つ出来事があって、当時歌手で池田貴族さんって、ああ早く亡くなられたんですね、はい、あのガンで、ドラゴンズファンで、ドラゴンズファンで、当時ももうガンがもうステージ4で、あーもう余命宣告された池田貴族さんっていう方が見えて、でその時の優勝する時の祝賀会にもその池田貴族さんがいたんですよ、うん、でいた時に僕のとこ、僕その時に初めて池田貴族さんと話した時に、うん、いたらね池田貴族さんが僕に、いやもう残念でしたね山崎さんって言って、って言ったらね池田貴族さんが、いやまだ次あるじゃないですかって言われたんですよ。また次ね頑張って活躍すればこうやって日本シリーズ出て優勝かけできるじゃないですかって、僕来年にはもう死んでるんですよって言ったんですよ。僕はもうチャンスがないと、だからめげずに頑張ってくださいってね池田貴族さんに僕励まされてからすごく仲良くなって、もうあのプライベートもね仲良くなって、本当にあの池田貴族さんが亡くなってもうギリギリなところに病院に行った時にもうあんまり反応もしなかった人がね、僕が行った時にね起き上がったんですよ。起き上がったんです、わっと起き上がって、いや俺は頑張るって、まだねもうそれですぐその時亡くなっちゃったんですけど、最後最後あれを見て頑張んないとなと思ったんで、すごくそれが力になりましたね池田貴族さんのその言葉が、いや死ぬわけじゃねえんだよなって言って、まだやり直し聞くよなって言って、まあ思ったのがあの99年でしたね。だからまあさよならホームラン打ってね、あんまりいい成績じゃなかったんですけど、球団に契約交渉行った時に山田君ありがとうなって球団代表に言われて、もうあれだけで十分だよって言って、本当は減俸だけど給料上げるって言われて本当に言われたの。あ、そうですか。もう本当はね山田君減俸なんだよだけどもあのホームランは何がにも買い難いものがあるから、うん、あの給料上げてあげるって言ってね、上げてもらったんですよ ね、でも今そうやって伺うとすごいエピソードで、池田貴族さんの重い言葉ですねそれね。でもね、うん、まあやっぱ重かったですね、うん、やっぱり死ぬことがね一番やっぱり人間にとっては辛いことだし、うん、自分が生きたいと思って生きられないというのは辛いので、うんね、まあ、そういう中で、いや生きてればやり直し聞くよ、元気ならやり直し聞くよっていう言葉は、うん、すごく力になりましたね、うんうんうん、そしてその日本シリーズですけど、これが星野監督のすごいところで、山崎さん、はい、いけないと思ったらついてこいと。そうなんです、
もう僕はねもうオフモードになってたんですけど、監督に呼ばれて、おい福岡行くぞ一緒に、ついてこいって言われて、え行くんですかみたいな、一緒に行くぞって言われて、はいって言って、まあ行って、当時ですね、あれソフトボール大ホークスだったかな、あれ大エーでしたよね、大ホークス、工藤先輩が主力で投げてたんですよ。って言った時に、あれもですね、さっきのだいぶ前の話じゃないですけど、まあ、負けてしまうんですけど、4勝1敗かなんか、1勝4敗かなんかで、ね、そうです、あの名古屋ドームでね、そうですね、僕担当なんですよ。そうですよね、まさかのね、なんで5試合目で、しかもあれ中日有利だって言われてたんですよね、あの日本シリーズ。そうなんですよ、まさか僕王さんの胴上げのシーンを僕実況するとは思わなかったんですよで、あの時に工藤さんがですね、うん、またインタビューで、いや山崎がいなかったから楽だったって言ってくれたんですよ、先輩が。でそうするとやっぱり周りは、あ山崎いなかったからダメだったっていうふうに言われると、僕の存在価値が上がるわけですよ。はい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 、はい、でそれはね工藤さんがあえて言ってくれたんですよ。あなるほど、はい、だからそれでな、またいや山崎さんいなかったら、あれ優勝してたら山崎の矢の字もやれないんですけど、山崎さんがもしいたらなんとかなったかもねっていうことを周りに言われて、僕も気分良くなっちゃう。なるほどね、だからそうやって人にの言葉でね、うん、たくさんあの年は助けてもらいました あ,、うん、ありがたい先輩ですね。でもね工藤さん、そうですね、うん、まあありがたい先輩なんですけどね、恩をあだで返す男ですからの人ノーランやる寸前で僕がヒット打ってね、あのダメにしたりとかしちゃってるんですけど、それはいいことじゃないですか別に大目玉食らったことあります。あの人が巨人いる時に7回かでそのノーヒットで僕が打ったら、試合終わったら、お前いい加減にしろお前のせいだって思われたことあります。なるほど、はい、あのね、星野さん亡くなられても3年4年ですか、はい、山崎さんはその馴染めなかったみたいなことをおっしゃいましたけど、ずいぶん僕要所要所ですごい可愛がられてたし、ね、頼りにもされてたんじゃないかなと思うんですけど、どうですか。ですね、うん、楽天、僕対談するとき星野さんだったんですよ。あ、はい、で、まあ、僕楽天に星野さんが監督になるって言ったときに思ったのは、あ俺今年で最後だなって思ってたんですよ、うん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 、で星野さんってね、長谷さん絶対に新しいチーム作るのって新しい血を入れるわけです、はい、血の入れ替えをする、はい、どん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 新しい選手をこう入れ替えて、何年後かにはもうほとんどの選手が入れ替わってるっていう、はいはい、新しいチーム作りをする監督さんというのは僕知ってたんで、うん、まあ、ある程度のことよっぽどじゃない限りは僕はもう2年目はないなって実はね、うん、そう思ってやってたんですよ、うんうん、だけど僕は楽天にいる地位はあの時はもう最高地位にいたので、うん、僕がチームでおい右向けよって言ったら右向いてくれるチームだったんです。だから球団もある程度僕にはすごくこう気を使ってくれて、はい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 、もう何でもこうね、まあまあ、大山の大将で楽天やらせてもらったんですけど、でまあ辞めるにあたって、まあ星野さんに呼ばれてね、まあ辞めろとって言われた時に、ああそうですかと、分かりましたじゃあ辞めますわって言って、まあその時は実は僕クビになると思うんですけど、僕がなんでこんな目に遭わなきゃいけないのってちょっとそうやって思っちゃったんですよ、うん。でそこでちょっとね、言葉監督とのそのやっぱり思いの違いが出てしまって、うんうん、最後僕星野さんの言うこと実は聞かなかったんです。もう辞めて楽天でコーチになって、で監督にお前なりたいんだろと、はいなりたいですねって、じゃあお前コーチやっていろいろなことを勉強して学んで監督のやるようにやればいいやないかって言われたんですよ。だから、まあここで身引いてやめろとって言ったんですけども、僕はまだまだその時には全然そんな気がなかったもんですから、まあ、どんなことがあっても現役で来年はこの仙台に戻ってきて、東北の皆さんに俺は元気だってところを見せる。だから僕は引退っていう形じゃなくて自由契約で辞めますって言ったら、また星野さんに怒られたわけですよ、うん、そこからちょっとね、監督とちょっとこう
溝ができてしまって、実はね僕が辞めて監督が亡くなるあれ 4,5 年経つのかな、一、うん、回も口聞いてなかったんですよ。あ、そうですか。一つも口聞いてなかったんですよ。でその時に星野さんが殿堂入りをされた時に名古屋ドームで表彰式やったじゃないですか、でその時に練習に来た時に星野さんが練習のところに来たんですよ、で僕もその時にいた時にいや正直俺気まずいなって思っていたんですよ、そしたら星野さんが僕に声かけてくれて、おいって言われて、おい、もう 4,5 年ぶりに喋ったんですよ。だったら星野さんとまあ2人で話してたら、お前ユニフォーム着る気ねえのか、いくつだったんだお前おふくろ、いや77で亡くなりました、そうか、あいつは夏勘って言って周りには言ってたらしいですからプロ野球ファンの皆さん、ピカイチ名古屋チャンネル登録よろしくお願いします。高評価コメントよろしくお願いします。待ってます。